モニチ系1号1992年頃の外観。車体色のほか、全消灯数など、若干の差異がある箱根登山鉄道モニチ系電車は、箱根登山鉄道に在籍する直流事業用電車で、ある。開業当時から使用されていた、電動貨車 U1 系の代替として1975年に、東横車両電鉄で製造された。荷物車のモニという形式を称するが、 実際には工事用の資材などを運搬する電動貨車である。車体は無害者の両端に運転室を置いた産業機械を思わせる無機質な外観で、その間に屋根を乗せた形状で屋根状にパンタグラフと蛍光器を搭載している。両端の運転室は他の鉄道線車両と同様に中央に運転台があるが運転室の幅は車体幅より狭くなっている。 荷台の荷重は10トン。駆動方式は吊り掛け駆動方式。台車は当初はモハ3型114号から流用した、川崎車両製の板台枠台車を使用していたが、1997年、114号廃車時に、廃車発生品の東急車両製造製 TS110A 型台車に交換している。さらに2017年、モハ2系1 1 0号廃車時に、 廃車発生品の等級車両を製造性 TS330A 型台車に交換し、申請より42年を経て、中空軸並行、カルダン駆動方式化を果たしている。2009年には、車体塗装が灰色からオレンジに塗り替えられた。工事用車両のため、定期運用はなく、日中に走行することは少ない。通常は、ゴーラ駅構内に留置されている。 ありがとうございます。